ちよ。女子王者は2人誕生しています。その戦い、さあ放送席解説は斉木玲香さん、中村匠さん、ここから石川直樹さんに加わっていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ斉木さん、はい、もう見て身長全く違いますね。これそうですね、12センチ差ですもんね。これはやっぱりこうリーチの長さの、ね、リーチの差が試合にどう出るかっていうところも注目ですよね。それを十分分かってその使い方を知っていると戦前語ってくれました。こちら赤コーナーからクラッシュ初参戦の静か NJKF ミネルバアトム初代王者、アトム級ですね。他団体ではもう体感歴がある静か、右のローキックから右のパンチ直線的に伸ばしてきます。いや石川さん、もう見ての通り165センチ対153センチ、上背がある選手はこういう風にどん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 いくの、もうとにかく嫌ですね。もう先手必勝、吉見選手はねベタ足でじりじりいくタイプなんですけど、はい、逆にこういう風にね遠いところからポンポンやられるとリズム作りづらいですね。ムエタイルールでの体感歴があるのは吉見の方も同じなんですが、青いグローブですね。さあこれをいかに跳ね返していくか、中村さん図式、はい、これもう体の面でも明らかに分かれた2人ですよね。そうですね、やっぱり吉見選手はこのね距離を潰してやっぱ接近戦に、ね、持ち込みたいと思う、これも下からストレート、吉見選手いいですね、やるべきこと分かってますね、どんなところ一番あるんでしょう。やっぱどんどん距離を潰して今みたいに細かいパンチを当てていくことですね。そうするとやっぱり遠い距離の得意な静香選手は近い距離ちょっと苦手ですよね。いやこれ下からも拳投げつけるかと、吉見右ストレート、交代した静香ダウンです、ダウンです、吉見がダウンを奪いました。いやこれ石川さん、自分の流れの中で吉見続けましたね、その攻撃。そうですね、吉見選手はベタ足で振るからパンチがしっかり前に体重乗るんですよね。これ威力あるんですね。あります、あります。ちょっと女子特有のぐちゃぐちゃしてしまうような戦いは自分は好きじゃないというふうに吉見戦前語ってくれたんですが、その通りにパンチの軌道をきっちり描いて最初のダウンを静香から奪った、ラスストレート、これも強い。いや今もタイミング良かったですよ。きっちり大きな相手を見据えて、佐伯さん、これも的見えてるようですね、吉見。そうですね、なんかもうしっかりこう射止めてますよね、当たってる。佐伯さんももう大抵こう、はい、相手と話す時など見上げて、そうですね、やっぱり身長差があるとだいぶ戦いにくいとは思うんですけどね、うまいですよね、でも吉見選手。しかしこここそ壁になって前にと静かなんですが、おお、しかし右側ビリックゴングが鳴らされた。これは続行不可能と判断されています。吉見がパンチで2度ダウンを奪いました。そのまま KO 勝利。無念初参戦静か、まだ足に来ています。いや重心が上がったところしっかり狙いしまして決めましたね。そこまで握っていましたか。そうですね、やっぱリーチがある選手というのはどうしても前に攻められるところ上がっちゃうんですよね、こういう風にね、いや中村さん、はい、前回の小町戦トーナメントで敗れたのは本当に悔しくて、蹴りで距離をこれうまく自分がつかめなかったという、はい、そうですね、逆に今回は吉見選手はうまく自分のこう一番こう攻撃を強くこう当てれる距離とポジションを取って戦えたので、まあね、45キロは松下恵美選手が、ね、年末にチャンピオンだったばかりですけど、まあ、そこに向けて非常にこういいアピールのつながる、KO 勝利だったと思いますね。いやそうですね、松参戦の相手にクラッシュ3戦目の吉見、